「千と千尋の神隠し」の裏テーマの一つがその金儲けに当時走っていたジブリへの批判なんですねあのアンチ鈴木敏夫作品でもあるんですよでこのアンチ鈴木敏夫作品っていうのを割とあの誤魔化すためにですね油屋は風俗産業だっていうですねまあそういうキャッチーなフレーズとかですねその評論家を受けするような、まあ、フレーズっていうのがですね生まれたわけなんですけどもえーとですね ま、こんな風にですね、当時、当時というかですね、あの、宮崎駿は、えっ、ー、と、イメージボードとして書いてるんですけどね、神様が来て、で、中でバンダイがあって、イバーバが座ってて、 で、お背中流しましょうというふうにですね、神様を気持ちよくして書いていただくと、いわゆる赤を落とすわけなんですけど、それは映画館に来る観客をですね、えー、意味してるわけですね。映画館に来る観客というのは日常のよどみとかですね、なんかこう嫌なこととかがいっぱい溜まってくるて。それを映画館の中に来て、 で、感動したり笑ったりして涙を流したりしてですね、さっぱりして帰っていただく。それでお金をいただいてる。だから、あくまでヒットしなきゃいけないというふうに言われてたんです。で、それは鈴木敏夫が言ってることでもあるんですけど、宮崎駿も納得してやってたんですけども、もうこの頃になるとですね、さすがにそれが積もりに積もって、で、特に、 もののけ姫がですね、空前のヒットを飛ばしたもんです。いや、まさかこの、千と千尋がそれ以上にヒットするとは思わずに宮崎駿もですね、あんなにヒットして俺たちは何か狂ってしまった。今は何かおかしいぞっていうようなメッセージを込めて作ったら、それ以上にヒットしちゃったっていう作品だったんですけどもですね。で、で、このですね、その、千と千尋がですね、あの、あ,あの、風俗 産業をなんか書こうととしてるとか、キャバクラがモデルになっているというのは、まあ、このきっかけは鈴木敏夫さんのインタビューそのものなんですね。あの宮崎駿にキャバ嬢の話をしたと。実はキャバ嬢というのはもともとコミュ障いわゆる人と話せない人が多,か多いと,ところがそういう面白いもので人と全く話せない女の子がキャバクラで,です、ね、キャバ嬢をやるともう数週間ぐらいでお客さんと話せるようになると。 それに対して宮坂駿はすごい関心して、いや、俺らのジブリも似たようなもんだねと。地方から来るのはもう絵しか描けないとか、アニメしか興味がないというような奴らが集まってきて、そして一緒に物を作っていくうちに、だん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 ,だんみんな人と話ができるようになっていくると。で、いや、これだけだったんですよ。実は宮坂駿が、いや、そうだよねって言ったもんって、これだけの部分だったんですけども、しかしですね、今の日本はですね、まるでキャバクラ風俗だというふうに言えば、 マスコミは取り上げるわけですね。それをジブリがですね、今回のテーマにすると言ったら、もうすごい評判になるわけですよ。鈴木敏夫の宣伝文句はですね、まあ、あの、ゲド選挙の時も前議化があって、習慣誌的な手法なんですけども、昔はですね、これ僕も信じたわけなんですよ。もう本当に1年ぐらい前までかな。あ、もうあの、千と千尋の神隠しっていうのをですね、あまり、 前回も言ったんですけど、あまり僕は好きな作品ではない。すごい作品だと思うけど、好きな作品ではないので、てっきりこれにですね、僕もコロッと騙されて、いやいや、千と千尋っていうのは、あるテーマは、やっぱ風俗を書くことでしょう、というふうに思ってたんですけども、まあもう本当に恥ずかしいんですけどもですね。で、こういう鈴木敏夫さんの宣伝法っていうのは、本質っていうのをわかりやすくキャッチーに、ちょっとね、その、歪めちゃうって言い方ですね。歪めちゃうところがあるんですよ。例えば、 あの、高畑勲夫とはですねもの、あの、かぐや姫のテーマをですね、あの、なんだろう、かぐや姫の罪と罰というふうに、たあの、高畑勲夫はそれを書くな書くなと言ってるのに、それで宣伝してしまって、もう大喧嘩したですね。で、それっきりですね、高畑勲夫はですね、かぐや姫の宣伝に関して全く口を出さなくなったということがありました。あとは、もののけ姫も、明日か石気っていうですね、明日子を主人公とした話だというふうに、宮崎駿は言ってて作ってたのにですね、 あの、鈴木敏夫がですね、もののけ姫というタイトルで先に記者会見をしてしまったので、もう本当にあの、もののけ姫というストーリー自体が誤解されるようなきっかけになりました。で、ゲド戦記ではですね、さっきも言ったようにゲド戦記ではマスコミに宮崎駿と宮崎五郎のです、ね、親子の喧嘩ですね、仲が悪いっていうのが報道されたので、それを逆手にとって、わざと、えー、ゲド戦記は父殺しの物語で。 宮崎郎がですね、宮崎駿を否定してみたいなことをですね、いっぱい言って、それで注目を集めようとしたわけですね。もう本当に週刊誌的な作り方なんですよ。